はい、それではね、今回は16ページ、回答番号20番のね、回答解説をしていきます。はい。早速ね、問題文読んでいくと、内分泌腺とそこから分泌されるホルモンについて誤っている組み合わせは次のうちのどれか、回答番号20ってことですね。はい。まあ、これホルモンね。ホルモン。もう覚えるときこれで、ね、今から言う4セット全部ね、一緒に覚えてください。4セットでまとめて。はい。ホルモン名。まあ、それはもちろんですね。ホルモンの名前。ホルモン名。で、ホルモン名、内分泌腺、名、名前ですね。内分泌腺の名前。で、内分泌腺の、場所。で、ホルモンの作用です。この4点セットで覚えてください。ホルモンは。絶対にこの4点セットで。ホルモンの名前、内分泌腺の名前、内分泌腺の場所、ホルモンの作用。ね。この4点セットをしっかりと覚えてください。で、この4点セットをまとめたね、ホルモンの一覧表をね、今回の授業のね、資料のところにつけています。なんでね、それ見て、しっかりと頭の中に入れておきましょう。ね。まあ、全部ね、頭の中に入れなくていいです。ね、全部でね、ホルモンの名前、なんか20個以上なんか書いたような記憶があるんですよね。僕ね、ブワーってね、書いたんで、それ全部ね、全部が全部覚えろとは言いません。ね。問題じゃない。ホルモンのね、なんかその一覧表、後で見てくれたらわかるんですけど、下左のところにね、番号振ってあるんですよ。1番、2番、3番、4番、てんみたいな感じで。で、こんな1番、2番、3番、4番のところにはないんですけど、なんかこの番号のところ、黄色で塗りつぶしたやつがあるんですよ。黄色で塗ってあるやつ。それはしっかり覚えてください。ね。それしっかり覚えて。で、余力のある人はね、他のところも覚えて。ね。成長ホルモンとかね、まあ、ね、あまり出ないんですけど、ね、出ないんですけど、教科書とかで太文字になってるんですけどね。まあ、あの辺とかもね、まあ、余力があれば。ね。本当によく出てくるね、まあ、グルカゴンとか、インスリンとか、ね、糖質コルチコイドとか、高質コルチコイドとか、バソプレシンとか、あとなんだろう。よく出るやつ。で、なんかもう一個ぐらい、あと二個か三個ぐらいなんかよく出るやつあったような気がするんですけど、今なんかパッと出てこないですけど、いろんなホルモンの名前が頭の中で出てきて、んこれかなこれじゃないかなあ、アドレナリン。今出てきましたね。で、そんなん。ね、左側、黄色く塗ってあるんで、それの部分をしっかりとね、その番号黄色く塗ってあるところは絶対覚えて。で、余力ある人は、ちょっと他のところね、覚えてくれたらいいかなと。ね、ホルモンね、結構覚えたら楽しいですよ。ね、あ、こんな作用してるんだ。ね、まあ、インスリンとかで、なんかこう、名前が出てこない、糖尿病はい糖尿病の人がインスリン注射したりするじゃないですか、ね、あれインスリン注射したりするのはああなるほどインスリンっていうねホルモンには、ね、インスリンってホルモンですよ、ね、インスリンっていうホルモンには、ね、血糖値をね下げる効果があるんだ、ね、どうやって下げるのかな肝臓でグリコーゲンを作ったり細胞でねグルコースをね代謝してね二酸化炭素を水に分解しちゃう。ね。呼吸でね。分解しちゃう。っていうことをしてね。血糖値を下げてるんだ。へえーとかね。まあそんなこと思ったり。ね。まあしながらね、勉強できるかなと思いますんでね。まあ、ホルモンね、楽しいですから、ね。頑張って覚えてみてください。はい。で、今回の問題ですね。はい。今回ね、この選択肢一個一個見ていきましょうか。まず丸一番。はい。副腎皮質。副腎皮質から出るホルモン。何があるでしょうね。ホルモンの副腎皮質。まあ、今回はちょっと、場所をね、示すのはなかなか副腎皮質は難しいので、ちょっと場所は、体でこう、表すんですね。ここ腎臓のところに上についてるんですけど、まあ、副腎皮質。副腎の皮質ですね。皮質。副腎皮質。から出てるホルモンって何がありましたっけ高質コルチコイドと糖質コルチコイド、かんだ。高質コルチコイドと糖質コルチコイドじゃなかったですか？糖質。ってことでこれ一番バツじゃないですか。絶対違うじゃないですか。一番バツ。バツ。はい、バツ。
で、今回ね、問題文ちゃんと読んでた人に大丈夫よ、ちゃんと読みました、誤ってる組み合わせ選んでくださいって言ったんですよ。で、1番です。答え。はい、1番。回答は1番です。はい。で、ちなみに、高質コルチコイドと糖質コルチコイドの最後何ですか、ね、はい、高質コルチコイドは、腎細管でのナトリウムイオンの再吸収促進。糖質コルチコイドは、タンパク質からの糖生成促進ですね。はい。そういう作用を持っていた。で、次。次。膵臓ランゲルハンスと A 細胞。丸2番。まあ、これは他の選択肢合ってるんで書かないでいいか。はい。膵臓ランゲルハンスと A 細胞、グルカゴンなんですね。グルカゴン。はい、グルカゴンの作用は何ですか？グリコゲンの分解。え、グリコゲンを分解してグルコースを作る。っていうのを促進するのがグルカゴンの作用ですね。はい。で、次。副腎髄質からアドレナリンですね。副腎髄質からアドレナリン。こいつはね、アドレナリンっていうのもね、グリコーゲン。グリコーゲンはね、グルコースに変えるのを促進したりします。はい。で、血糖値アップにもつながります。はい。で、次、甲状腺。甲状腺からチロキシン。甲状腺からチロキシンですね。はい。これは、チロキシンね、チロキシンってね、要素を含んでるんですよ。要素ね。要素を含んでる。これ結構重要。割と。ね。要素を含んでる。はい。で、次。脳下垂体前葉から甲状腺刺激ホルモン。ね。甲状腺刺激ホルモンね。役割何かなって言ったらね、甲状腺刺激ホルモンって言ってるんですから、甲状腺刺激するに決まってますね。はい。っていうのが役割ですね。はい。まあ、そんな感じ。まあ、そんなほど大した難しくないですね。はい。しっかりとね、ホルモン名、内分泌腺名、内分泌腺の場所とホルモンの作用をね、しっかりと全部ね、まとめて、4点セットでね、頭の中に入れてってください。あ、場所言うの忘れてた。ごめんね、2番目から場所、どこら辺かなっていうの。膵臓ランゲルハンスと A 細胞、膵臓この辺ですね。はい。膵臓この辺。で、副腎髄質、副腎は腎臓の上、ね、の中の、髄質は中身ですね。はい。で、甲状腺この辺、ね、甲状腺この辺ですね。で、次、脳下垂体前葉、脳みそがあって、なんかね、よくあるの、こっちか。神に向かってよくこっち側向いてますね。なんか、僕よく見るんですけど、こんな、ね、こんな出て。あ、これピュッて、なんか出てるんですね、ピュッて。これ。これね、脳下垂体。で、これの、ピュッと出てる部分をちょっと拡大して書くと、こんな風になってて、まあ、前葉っていうのは、こっちが目なんですけど、こっち目なんですけど、前葉っていうのはこの前の方ね。向こう中葉っていうのね。で、ここ紅葉ね。お？感じがおかしいな。紅葉。はい。ここ前葉です。OK ですか？はい。しっかりマスターしてください。はい。それではね、これで、今回の授業。回答番号20番のね、回答解説終わりにして、次回はね、回答番号25番、生物の多様性と生態系のところからね、これ光光合成曲線ですね。光光合成曲線のお話をしていきますので、次の動画へ行きましょう。